皆さん、こんにちは。TOEIC 対策、盲牛チャンネルの盲牛先生です。今回もですね、TOEIC 800点レベルの単語を10個見ていきます。まずはですね、えーと、今から10個単語を表示して、まあ、音も聞きますので、えー、と意味がわかるかなってチェックしてみてください。では、いきます。valid valid validate validate provided Prov Prov qualify qualify vacant vacant substantial substantial exquisite exquisite, asset, asset, designate, designate, turn out, turn out はいどうだったでしょうか全部わかりましたかね今回はこの10単語を例文の中で確認をしていきますそれではね早速一つ目の単語を見ていきます valid, valid はいこの単語ねどういう意味だか分かるでしょうかこれをですね今から例文の中で確認をしていきますで例文なんですがまず最初にですねネイティブ音声を2回流します2回流しますのでその間にですねこの単語の意味とあとはぜひですね例文の意味も分かるかなーってチェックしてみてくださいそれでは音声を流していきます You must provide a valid ID when checking into the hotelYou must provide a valid ID when checking into the hotel はい。まずこの valid なんですけど、これは有効なとか法的効力のあるという意味になっています。ちなみにこの valid の逆の意味で無効なっていうのがあるんですけど、これは invalid っていうふうに言いますね。こういう単語も覚えておくといいかなと思います。 で、文全体なんですけど、You must provide a valid ID.ID ID ってのは身分証明書なんで、えっ、ー、と、あなたは、えっ、ー、と、valid ID. 有効な身分証を、まあ、o v i d e 提供する、まあまあ、差し出すとか、まあ、見せなきゃいけませんよ。When checking into the hotel. そのホテルにチェックインするときにはってことですね、えー。そのホテルにチェックインする際には、有効な身分証明書を提示しなくてはいけませんという意味になります。You must provide a valid ID when checking into the hotel.You must provide a valid ID when checking into the hotel. はい、えー、こんな感じでですね、えーと、例文と一緒に単語を見ていきましょう。では残り9単語ですね。えー、2つ目の単語いきましょう。2つ目の単語はこれです。Validate。Validate。はい、この単語の意味ね、どうだかわかるでしょうか、えー。これも例文の中で、えー、と確認していきましょう。まずはですね、例文音声を2回流しますので聞いてみてください。Customers can get their parking ticket validated at any store register when making a purchase.

Customers can get their parking ticket validated. えっと、お客さんたちは get 何々、過去分詞で、えー、と何々をしてもらうとかされるっていう意味になりますね、これね。なので、カスタマーたちは、えーとまあ、自分たちの、えー、とパーキングチケット、まあ、駐車券を有効にしてもらうことができますよ。any store register えとどの、えー、とお店のレジでもってことですね、まあ。全てのお店のレジでってことですかね。で、when making a purchase Make a purchase で、えー、と購入をするので何か 物買った時にということですねこのパーキングチケットをバリエートしてもらうっていうのはこういうことですね注射券になんか反抗してもらうときがあると思うんですけどこういうふうに有効にしてもらうっていうのはこ,こういうこの文脈でしか僕は聞いたことないんですけどまあ他にもねいろんな使い方あると思うんですけどこの文脈でえっとよく見ますねはいでえっと文の意味はもう一回言うと顧客は買い物ををするにに各店舗のレジでで駐車券を有効にしてもらうことができま,すまあスタンプとかで認証してもらえますぐらいの意味ですね Customers can get their parking ticket validated at any store register when making a purchase. Customers can get their parking ticket validated at any store register when making a purchase.はい, okay, the shortcut. You may return any item within fourteen days of purchase provided that it is unused and in its original packaging. You may return any item within fourteen days of purchase provided that it is unused and in its original packaging. I これはまあなんとなくなんですけど、ざっと以下の条件が提供されたら、こういう状態が提供されたらぐらいの感じで思っておくといいのかなと思いますけどね。はい。まあなんですけど、えっ、ー、と、you may return any item. えっと、どんなアイテムも return は、えー、返品ですね返。返品してもいいですよ。within 14 days of purchase、えー。購入から、えー、14日以内であればってことですね。provided that 何々という条件で。it is unused この it は、えー、any item のことですね。まあその品物が unused 使われてなくて、そして in its original packaging. それかオリシナルは元々のてすね You may return any item within 14 days of purchase, provided that it is unused and in its original packaging. You may return any item within 14 days of purchase, provided that it is unused and in its original packaging. はい。それではですね、次の単語に行きましょう。4つ目の単語です。Qualify.Qualify。はい。これもね、例文の中で確認をしていきましょう。まずは音声を聞いてみます。To qualify for the membership discount, customers must present a valid student ID at the time of purchase.To qualify for the membership discount, customers must present a valid student ID at the time of purchase. はいこの qualify っていうのはですね、よく qualify4 っていう風に後ろにーがつくんですけど、何々の資格を得るとか何々の資格を持っているっていう意味ですね。で、この qualify はですね、ちなみにこの qualify4 何々で何々の資格を持つっていう風に、うんと、ま、自動詞として使われる場合と、多動詞として qualify 誰々、誰々、ま、人が入ることが多いと思うんですけど、qualify 何々4何々で、この目的語に何々の資格を与えるっていう風に多動詞で使うこともあります。で、これがちなみにですね、受け身になって、この目的の 部分ですねがこっちの主語になって、bequalified for 何々になると、その資格が与えられるってことになるんで、この,の bequalified for だと、何々の資格があるっていう、この qualify for となんか同じような意味になるっていう、まあこういう状況、状況というか、まあこういう単語なんですけど、どっちでもいけますよみたいな感じなんですけど、こっちではね、あの自動詞として使われてますね。で、toqualify for the membership discount このメンバーシップディスカウント、まあ会員割引ですかね、の、えー、資格を得るには、資格を得るには、えっ、ー、と、customers must、えっ、ー、と、お客さんは、えっ、ー、と、何々の資格を得る 何やしなくちゃいけませんよ Present a valid student ID Valid 出てきましたけど有効な student ID これは学生身分証明書なんでまあ、学生証を Present 提示しないといけませんよ見せないといけませんよ At the time of purchase、えー、と購入の時にってことですねまあ、なので会員割引の資格を得るには顧客は買い物の際に有効な学生証を提示しなければいけませんという意味になります To qualify for the membership discount Customers must present a valid student ID at the time of purchase. To qualify for the membership discount, customers must present a valid student ID at the time of purchase. Vacant Vacant The position has been vacant for a month, and we urgently need to find a qualified candidate to fill the role. The position has been vacant for a month. はい、この vacant なんですけど、これは空のっていう意味ですね。まあ空いてるっていうことです。で、この逆がまあ o c c u p y e d ですかね。o c c u p y っていうのは閉めるとか占有するなんで占有された。で、まあ空じゃない入ってるってことですね。まあなんですけど、the position このポジションは has been vacant for a month. 1>, 1ヶ月間ずっと空いたままですよ。And そして We urgently ま緊急に至急 d to find 見つけなくちゃいけないんです見つける必要があるんですよ。Aqualified candidate. candidate っていうのはですね、えー、と候補者とかなんで、えー、で、Qualified っていうのはさっきもなんか Be Qualified for 何々の資格があるで出てきたんですけど、まあ、資格のあるっていう、まあ、これ言い方ですね。資格のある、まあ、適任のっていう意味か。適任のっていう意味もあるんですけど、適任の候補者を見つける必要があるんですよ。 To fill the role. Role その役割を、The position has been vacant for a month, and we urgently need to find a qualified candidate to fill the role. The position has been vacant for a month, and we urgently need to find a qualified candidate to fill the role. はいこここれでででつ終わりまましたね。前半ははここでです。はい、それではね後半も頑張っていきましょうまず6つ目はこの単語ですはいこの単語ね意味わかりますかね例文を見ていきましょうえ音声を2回流しますので聞きながら意味をね考えてみてくださいではいきます the ceo received a substantial offer from a potential buyer interested in acquiring the company the ceo received a substantial offer from a potential buyer interested in acquiring the company はい、この substantial っていうのはですね、かなりのとか相当なですね。で、えー、the CEO、えっ、ー、と、CEO は最高経営責任者ですかね。この CEO は received、受けましたよ。a substantial offer、えー。この offer っていうのは offer、まあ、でいいと思うんですけど、substantial offer っていうのは、まあ、多額の offer ぐらいですかね。from a potential buyer、potential は潜在的なとか何々に可能性になる可能性のあるなんで、まあ、潜在的な、えっ、ー、と、買い手から、まあ、多額の offer を受けましたよ。interested in この interested っていうのは、まあ、過去分詞で後ろからこの バイヤーにかかってますねどういうバイヤーかっていうとバイヤーまあ購入希望者かっていうと Interested in acquiring the company この会社をアク q u i ー手に入れるまあ買収したいよ買収することに興味があるよっていうバイヤーですねまあなんですけどその CEO は会社の買収に関心のある買い手候補から多額のオファーを受けましたくらいの意味になります The CEO received a substantial offer from a potential buyer interested in acquiring the company The CEO received a substantial offer from a potential buyer interested in acquiring the company. はい、OKですかね。では、次の単語いきましょう。Exquisite. Exquisite. exquisite. はい、この単語ね、ちょっと読みにくいというか、Exquisite では、音声を流していきます。The apartment rooms have an exquisite design which will appeal to potential tenants who value style. The apartment rooms have an exquisite design which will appeal to potential tenants who value style. はい、この exquisite っていうのはですね、非常に美しいとか成功なっていう意味ですね。で、えー、the apartment rooms,、えー、このアパートメントの部屋たちは have an exquisite design。非常に美しいデザインを持っているんだと。非常に美しいデザインなんですですね。which will appeal to, この which っていうのはこの exquisite design のこと言ってますで、まあこの美しいデザインっていうのが will appeal to, 心に訴える、まあ受けるんですよなんですけど、まあ、まああ appeal to potential tenants、まあ、潜在的な、えー、とテナント、まあ、入居者にこう受けるであろうってことです で,す、ね、で who value style この「who ってのは、えー、と潜在的なテナントたち入居者たちのことを指してますけど「who、value s スタイル「v a リュー」っていうのは大切にするでスタイルっていうのはここでは上品さとか、まあ、品格ぐらいの感じですかね、えー、と上品さを、えーとまあ、大切にしてるこういうテナントたちに受ける、まあ、心に訴えかけるってことですね、まあ、なのでそのアパートの部屋は上品さを重視する潜在的入居者に受ける成功なデザインになっていますくらいの意味になります The apartment rooms have an exquisite design which will appeal to potential tenants who value style. The apartment rooms have an exquisite design which will appeal to potential tenants who value style. はい、OKですかね。では次行きましょう。Asset. Asset. asset. The company's R&D department is its most valued asset because it constantly creates revolutionary ideas to stay ahead of the competition. The company's R&D department is its most valued asset because it constantly creates revolutionary ideas to stay ahead of the competition. はい、この asset っていうのはですね、えっと、資産っていう意味ですね。で、the company's R&D department えー、その会社の R&D っていうのは research and development なので、まあ、研究開発ですかね。研究開発部は is its most valued asset その、この一つっていうのはカンパニーのってことですね。この会社の最も val valued っていうのは大切なですね、まあ、大切にするのを過去分詞ですかね、の形容詞なんで、まあ、大切にされてるってことで大切なアセットなんですよ。まあ、アセットって日本語でも言いますかね。はい、えっと、資産なんですよ。Because… なぜなら、it constantly creates この it っていうのは R&D デパートメントのこと言ってますかねえっ、ー、とこの部門が constantly まあ、ずっとですねいつも絶えず、まあ、コンスタントに、えー、creates revolutionary ideas revolution ってね革命なんですけど、まあ、革命的なとか画期的なアイデアを作っているからですよ to stay ahead of the competition stay ahead of っていうのは stay はまあ何々言い続けるとかなんですけど ahead of が前になんででえっ、ー、と the competition っていうのはここでは競争相手を集合的に 競争相手の何て言うんですかね、そのからずっと先んじるみたいな、からずっと前にこう走り続けるためにってことですね。その会社の研究開発部門は競合他社の先を行くため、絶えず画期的なアイデアを生み出している同社の最も貴重な資産ですくらいの意味になります。The company's RD department is its most valued asset because it constantly creates revolutionary ideas to stay ahead of the competition. The company's R&D department is its most valued asset because it constantly creates revolutionary ideas to stay ahead of the competition. DESIGNATE DESIGNATE The CEO has designated a new spokesperson to handle all contact with the media and represent the company's interests. The CEO has designated a new spokesperson to handle all contact with the media and represent the company's interests. はい、この designate っていうのはですね指定するとか任命するぐらいの意味ですねでえっ、ー、と CEO その CEO 最高経営責任者は、えー、と指定しました任命しましたぐらいですかねここではね、A、new spokesperson えっ、ー、とまあ新しいスポークスパーソンをですね to handle はえっ、ー、と扱うですね all contact with the media メディアとのコンタクトってことなんでまあメディアとの接触とかですねをすべ、えー、て、えー、扱うってことですね and そして represent the company's interest, interests、えー、ここで リプレゼントはこグラというかまあリプレゼントは代表するですね。えっ、ー、と、カイシャの i n t e r e このインテレストは利益ぐらいの意味ですかね、まあ、なので会社の利益を代表して、マエトメディアとコンタクトのコンタクト全部扱うこれをってことなんですが、なので、その CEO はメディアとのあらゆる接触を扱い会社の利益を代表する新しいスポークスパーソンを任命しました。という意味になります。The CEO has designated a new spokesperson to handle all contact with the media. And represent the company's interests. The CEO has designated a new spokesperson to handle all contact with the media and represent the company's interests. Turnout. Turnout. Even though the weather is unfavorable, we have a really good turnout for today's event. Even though the weather is unfavorable, we have a really good turnout for today's event. はい、この turnout っていうのはですね、人で、まあ、出てきてる人ってことなんですけど、人たちですね。で、参加者とか、まあ、参加者全体のことですね。まあ、どういう、たくさん人が出てきてる時の、そういう人でとか参加者の数、まあ、全体ってことですね。で、even though 何々ではあるんだけどですね。えっ、ー、と、the weather is unfavorable. えー、unfavorable っていうのは、えっ、ー、と、好ましくないですね。好ましいが favorable で、えー、好ましくないが unfavorable ですね。えー、まあ、天気が好ましくないんだけれども、we have a really good turnout. えー、とっても良い、えー、トーナーと人手を持っていますよってことなんで、まあ、たくさん人が出てきてますようですかね。For today's event、えー、今日のイベントにってことですね。まあ、なのであいにくの天気ですが今日のイベントには本当にたくさんの人が参加してくれていますという意味になります。はい、OK でしょうか。 えー、これで全部ね、10個終わりましたね。お疲れ様でした。10個の単語の意味とね、例文の意味全部さっとわかりましたかね。難しかったなぁと思うものはですね、ぜひですね、あの、動画を戻していただいて何度かね、えっ、ー、と、例文音声、ま、あ特に例文の音声をね、き、何度も聞いたりとか一緒にね、声に出して言うことで、だんだん単語の意味っていうのがね、えっ、ー、と、身についていきますのでね、また復習をしておくといいかなと思います。 それでは今回は以上になるんですが、えー、最後にお知らせです。僕は現在ですね、えっ、ー、と、毛牛先生のメルマガっていうメールマガジンを配信しています。このメールマガジンではですね、えっ、ー、と、2週間に1回ぐらい、英語の長文を僕が動画上で、えっ、ー、と、解説している、えー、ま、そういう動画をですね、メールで配信しております。もしね、興味がある方は、えっ、ー、と、動画の概要欄、この動画の概要欄を見てみてください。それでは今回の動画は以上になります。今回の動画もね、役に立っていれば幸いです。それではね、引き続き、英語学習を頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。